誰なの？ローザ様、源氏でございます。何か用なの？扉は開けなくて結構よ。そのままで話して。はい、それではこのままで失礼させていただきます。南條先生と熊沢の遺体を見つけました。なんだって？そう、わかったわ。確認に行きましょう。死体を見ない限り私は誰も信じない。うん、大丈夫だよ。バトラー、マリアといれば絶対に大丈夫。ケンジさん、二人の死体はどこに？中庭です。ご案内いたします。バトラ君、待って。念のため部屋の戸締まりを確認していくわ。ちょっと待ってね。
あれだな。おお、第7の番と第8の番だね。なるほど。確かに賢治さんたちが言っていたように、二人の首にはひどい傷があるわね。すごく鋭利な、まるで日本刀か何かで切ったかのようにすっぱりね。これは何なの？ジェシカちゃんの時と同じね。何かオカルトの儀式のつもりなのかしら。わかりません。彼らの遺体を最後に見た時にはこのようなものはありませんでした。使用人室から運び出された後にやられたのでしょう。間違いない、生贄のつもりなんだな。第7の番に膝をえぐりて殺せ、第8の番に足をえぐりて殺せ。待てよ、それじゃ第4、5、6の番が抜けちまう。どういうこと？ジョージ君たち3人はどこへ行ったの？夏日奥様のお部屋を探し物に行きたいと言われました。お出かけになりました。まだお戻りになりません。なんだって？その出かけたってのはいつ頃の話なんだよ。 2,3 時間前のことだと思います。そんな、なんでそんな大事なことをやっちゃなくて、なんで不審に思わなかったんだよ。常に一人、使用人は待機していなくてはなりません。彼らが戻るまで待機しているのが私のお務めでしたもの。賢治さん、開けてください。バトラ君、これで開けてもらえる？そのくらいのことは賢治さんを信用しても。
イコルパンだったよ。おお。警察が来るまでそっとしておかないとダメよ。勝手に触ってどういうつもり。せっかくの現場証拠がおかしくなっちゃったらどうするのよ。マリア。お？これで第8の番まで終わっちまったな。第9の番って何だったっけ。第9の番に魔女は蘇る。誰も生き残れはしない。そっか。これで黄金の魔女ベアトリーチェは復活するんだな。そしてなんだ最後の第10の番。第10の晩に旅は終わり、黄金の里に至るだ。黄金鏡の扉はもうすぐ開かれるんだよ。もうすぐ魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。か、俺たちはこれから死ぬのか。それともこれで生贄の儀式は終了で、俺たちの旅は終わり、黄金鏡へたどり着けるのか。うん。何が俺たちの旅だ。俺たちは今日一日犯人を見つけよう、事態を打開しようと散々頭をひねって何も至れなかった。バカの考え、休むに似たりってやつだ。そうさ、俺たちは今日一日ずっと憎悪と疑心暗鬼で自分を焼き焦がした。死んだ人間しか信用できないって言ってわざわざ3人の死に顔をここまで確認に来たんだぜ。こんな俺たちがどうせ黄金鏡とやらにたどり着けるっていう。大丈夫だよ、バトラー。マリアといれば大丈夫。魔女はとても気まぐれで、時に面白半分に人間を殺すかもしれない恐ろしい存在だけれども、でもマリアと一緒にいれば絶対に大丈夫だから、怯えないで。ありがとな、気休めでも嬉しいぜ。
ありがとう、ゲンジさん。ここまでで結構よ。あなたも今日は休んでください。かしこまりました。これで休ませていただきます。おい、ローザおばさん、この状況下でゲンジさんをたった一人で過ごさせるっていうのかよ。そうね、とても危険なことだと思うわ。でもならなぜ彼は無事なの？彼は三人が夏姫姉さんの部屋へ向かった後、ずっと一人でいた。なのに無事だった。狼と羊のパズルよ。最も弱い立場となる孤立した羊が無事な理由は何？狼がたまたまいなかったんだろ？違うわ、それが羊じゃなかったからよ。ゲンジさんが狼だって言うのかよ。彼は一人で厨房にいたそうだけど、それは証明不能よ。南條先生たちの死体を運んだり、ジョージ君たちを殺したりできたのは彼かベアトリーチェだけなのよ。待てよ、その論法じゃ誰だって。バトラ様、お気遣いをありがとうございます。私は信頼を勝ち得るのは常に百の言い訳ではなく一つの誠実であると信じています。たとえ信頼をいただけなくても、私は最後まで誠実でありたいと思います。ゲンジさん、なら決まりね。あなたが本当に無実なら、それは明日やってくる警察が証明してくれるわ。だからそれまでの間、あなたを疑いから外すわけにはいかない。長年後宮家に仕えてくれたあなたにこんな仕打ちをするのは本当に心苦しいんだけれど、今夜は分かってください。そして明日になったらもう一度仲直りさせてください。今日も明日も私は後宮家の使用人であり続けます。ご用がありましたらいつでもお申し付けください。それでは失礼させていただきます。なんだこれ。大丈夫、戸締まりに問題はないわ。この部屋は安全よ。9の番はもうじき始まります。
今ここに来たら、置いてあった。どうしたのマリア。バトラ君、その手紙は。いやそのここに置いてあったんだ。どうしてだよ。この部屋はちゃんと戸締まりをしていたのに、どうしてだよ。どうして。マリア、いらっしゃい。バトラ君、あなたを狼だと断定するわ。どうして。私はこの部屋にたった今帰ってきて、そのテーブルの上に何もないことを見ている。そしてマリアがそのテーブルに近づいていないことも知っている。わずかな時間よ。でもこのテーブルに近づき、そして手紙を見つけたと主張するのはあなただけなのよ。そんなのって、いや、めちゃくちゃだ。なんで俺がこんなものを置くんだよ。おいおい、俺は不審なものを見つけて報告しただけだぜ。なんで俺が疑われるんだよ。あなたにしかその手紙をそこへ置けないからよ。そう、これは自作自演。あなたが懐から封筒を取り出し、たった今見つけたかのように振る舞った。密室の中に魔女が入って手紙を置いていった幻想を作り出すためにね。バカ野郎、またそういう考えなのかよ。そんなことで俺まで疑うのかよ。いい加減にしろ。俺は親父たちを殺されてるんだぞ。そんな俺がどうして犯人の片棒を担がなければならないんだよ。そうね、たとえ莫大なお金がもらえるとしたとしても、そんなことで肉親の命を切り売りできるような悪魔がいるなんて信じたくない。でもね、いるかもしれない。うん、言い方が悪いわね。例えばバトラ君にとってルドルフ兄さんたちが親でなかったとしたら。何を言い出すかと思えば、親父は親父だろうが。確かにキリエさんと血縁はねえが、俺の姉貴も同然のお人だ。そこだけは聞き捨てならねえぞこの野郎。ごめんなさい、言い方が悪かったわね。確かに後ろにはバトラ君もルドルフ兄さんの子供かもしれない。でもあなた本当にルドルフ兄さんの息子のバトラ君なの？何のわけのわかんねえこと。俺がバトラじゃねえんなら誰に見えるってんだよ。ルドルフ兄さんも含めて私たちは6年ぶりにあなたに再会しているわ。あなたが本当に後ろ宮バトラかなんて誰も証明できないのよ。あなたは本当は後ろ宮バトラじゃなくて、後ろ宮家の財産をうまく騙し取ろうと紛れ込んだ何者かかもしれない。あなた、自分が後ろ宮バトラだとはっきり証明できる。今この場で。いい加減にしやがれ。俺は俺だ、後ろ宮バトラだ。そこまで疑い出したあんただって本当に後ろ宮ローザなのかよ。自分は自分だ、他の誰でもね。ああそうだな、あんたの言う通りだぞ。死体以外で信用できるのは自分だけってわけだ。そこまで言うなら反論させてもらうぜ。ジョージの兄貴たちが死んでいた夏代おばさんの部屋にも鍵がかかってた。部屋の鍵はジョージの兄貴が持っていたんだろう。そしてマスターキーを持ってるのは今やローザおばさんだけだぞ。あの部屋に施錠できたのはあんただけじゃねえかよ。俺の推理じゃこうだ。あんたは真犯人と通じ合っていて、俺たちの目を盗み5つのマスターキーのうちの1つをこっそり貸し出したんだ。そんなことしないわよ。ほらここに。
5つあるわよ。そんなの当てになるもんか。あらかじめ取り決めた場所に置かせて回収したかもしれねえじゃねえかよ。それにマスターキーが5個かどうかは疑わしいと言ってたのはあんただぜ。じゃああなたはその封筒をあなた以外の誰がどうやってそこに置いたというのよ。それが証明できない限りあなたが狼なのよ。うるせえ。ならあんたこそ証明しろよ。犯人はどうやってジョージの兄貴たちをあの密室で殺したと言うんだよ。どうやって施錠したと言うんだよ。全くにもってその通り。ナッチの部屋も全く同じだぞ。いつもの通り扉も窓も内側から施錠されていた。いかなるイカ様も細工もなく、そして隠された通行手段もなければ隠れる場所もない。夏日自身の鍵はジョージのポケットに入って室内に閉じ込められていた。あとは5本のマスターキーしかないが、それは全てローザが持っている。ついでに言おう、その客間も同じよ。本来の客間の鍵は使用人室に封印されている。だからマスターキー以外では解錠不能。部屋の密室定義もいつもに同じよ。おいおい、容疑者はもう一人しかいねえぜ。それでもまだかまととぶんのかよ、後ろ宮バトラー。うるせえ、てめえも黙ってろ。黙るのはあなたの方でしょう。あなた以外にどうやってその手紙を受けたというの。それが証明できない限りあなたは狼なのよ。俺が疑えるってんならあんただって疑えるぜ。あんたこそ証明してみろ。最初に部屋に入って戸締まりの確認だのを始めたのはローザおばさんじゃねえかよ。そして俺の座っていた場所に再び俺が戻るだろうことを見越し手紙をそっと置いたんだ。これはあんたの罠だって疑うこともできるんだぜ。どうして私がそんな罠を。私が狼ならこの銃で問答無用で撃ってるわよ。そんなのじゃ理由にならねえな。マリアの目の前で殺人ができねえから、うまく罠にかけようって回りくどいことしてるかもしれねえじゃねえか。マスターキーは全てあんたの手にある。ならここもさっきも全部あんたの仕業じゃねえかよ。言い逃れできるってんなら言い訳を聞かせてみろよ。そうさ、ローザおばさんは最初から怪しいんだよ。なんで親族会議の大人たちが6人殺されたのにローザおばさんだけが例外なんだ。なんでローザおばさんだけがあの礼拝堂にいなかったんだ。一つしか理由がねえよ。ローザおばさんが親父たちをあそこに招いて殺したんだ。くそくそ、それで全部説明がつくじゃねえかよ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ。わけのわかんねえことを言うんじゃねえ。そうなんだよ、全部魔女のせいだったんじゃないかよ。鍵がどうこうとかトリックだのアリバイだの全部バカらしかったんだ。魔女の仕業なのに俺たちは同じ人間同士を信じ合うこともできなくて。なあローザおばさん、人間の犯人なんて最初からいなかったんだ。全部
魔女の仕業だったんだ。だからローザおばさんが犯人のわけがないし、俺やマリアだって、そしてゲンジさんだって他のみんなだって犯人のわけがないんだ。どうしてこんなことに。俺はどうして大好きだったローザおばさんとこんなことの怒鳴り合いをしているんだよ。優しくって大好きだったおばさんとどうしてこんな罵り合いをしてるんだよ。なんでなんで、みんなで疑い合わなくちゃならねえんだよ。おばさんを疑ってなんかいないんだ。誰も疑ってなんかないんだ。全部魔女の仕業だったんだ。ベアトリーチェの仕業だったんだ。全部全部ベアトリーチェが魔法で行った事件だったんだ。ベアトリーチェ、頼むからここに現れてくれよ。そして自分が全てやったと俺たちに告白してくれよ。もうごめんだ、こんな疑り合いはごめんなんだ。だから俺たちを許してくれ、解放してくれ。互いの死を見届け合うまで疑り合わなきゃならない地獄から解放してくれ。俺に優しい親戚たちを、いとこたちを返してくれよ。もう嫌だ嫌だ全部嫌だ。お前は確かに実在する、お前の勝ちだ。姿を見せてくれよ、ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。私はまだ生きているのか。あやつの儀式はあってどこまで進んだのか。時間的にはもうだいぶ進んでいなくてはならぬ頃だ。家の微笑みに再会できる。死んでもいい。お前の微笑みがもう一度見られるならこの命は惜しくない。だから豪商だ、お前にもう一度会わせてくれ。そして愛を誓わせておくれ。私の罪を謝らせておくれ。ああだが逃がさん。お前は私のものだ。髪の毛の一本からつま先まで爪の赤すらも私のものなのだ。お前の肉一辺まで も全て私のもので、その亡骸の煮汁まで私のものなのだ。皆さん、今度こそこの手からこぼさん。お前を永遠に私のものにしてやるぞ。二度と逃がすものか、二度と逃がすものか。違う、私が言いたいのはこんなことじゃないんだ。ベアトリーチェ、頼む、もう一度会わせてくれ。謝らせてくれるだけでいい。ベアトリーチェ。お前が愛しい、恋しい、
私が間違っていた。お前が微笑んでさえくれれば他には何もいらなかったんだ。私が間違えた。私がそれを間違えて取り返しのつかないことをしてしまった。その償いに残りの全ての人生を捧げた。お前に詫びるために、私の罪を償うために、全て捧げたんだ。頼む、私の死の際でもいい、せめてお前に一言謝らせて。ベアトリーチェ。そうだ、こうだ。私はクイーンを勧めた。とても良い妙手だった。お前には少々きつすぎるかもしれん一手だった。お前は駒を見捨てるか見捨てないかに悩み、ずっと悩み。お前を愛している、ベアトリーチェ。誰だ？誰かと聞いておる。返事をせぬか。まさか、おお、まさか、ベアトリーチェなのか。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。